彼女と再婚するから俺と離婚をしてくれ。俺が今まで生活を支えてきたんだし、慰謝料は当然ゼロ円でいいよな。悪びれた様子もなく、堂々とそう言ってくる夫。私はそんな夫にとことん呆れてしまった。いいわよ。その代わり、私の要求をすんなりと受け入れた夫。だが夫はまだ知らない。この離婚で損をするのが一体どちらかということを。私の名前はのぞみ、38歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して10年になる。私たちのもともとの出会いは職場だった。同じ会社で働く同僚として私たちは認識していたのだが、プロジェクトで一緒のチームで働く機会が増えて、自然と距離が縮まっていった。それからどちらからともなく二人で飲みに行ったり、デートに行くようになり、交際がスタート。そして一年半ほどの交際期間を経て、彼からプロポーズをされて結婚することになったのだ。彼は結婚をしたら私に家庭に入ってほしいと言った。私は仕事が好きだったが、専業主婦も経験してみたいとも思っていたので、寿退社をすることに。結婚式では友人や職場の人たちなどたくさんの人にお祝いをしてもらい、とても幸せな式を挙げることができた。夫との新婚生活はとても楽しくて、私はいい妻になろうと毎日家事を頑張った。料理本を買ってはたくさんの料理を作って腕も磨いた。夫はいつも美味しいと嬉しそうに食べてくれる。そして仕事の方も一生懸命に頑張ってくれていた。お互いが働いていた頃は私の方が給料が少し上だったけど、今は当時の私と同じくらいの稼ぎを持ってきてくれる。だから私も主婦として節約を頑張って貯金をしていこうと思った。ネットや YouTube などで節約術をたくさん調べて参考にし、固定費をできる限り削ったり、食費に関しても無理しない程度に抑えていった。おかげで結構な貯金を毎月することができるようになった。まあ夫はもう少しお小遣いが欲しいと軽く嘆いていたが、それはどこのサラリーマンも抱える悩みだということで許してもらおう。それからも私は専業主婦として家事に節約に頑張っていった。そうやって頑張れたのは、夫が私のことを定期的にねぎらってくれていたことも大きいと思う。いつも家のことをとても頑張ってくれてありがとう。安心して仕事に集中できるよ。夫はそう言って私に感謝をしてくれた。そんな風に言ってもらえたら、私も嬉しくなってついついもっと頑張ろうと思ってしまう。結婚してから数年が経ってもこんな感じで、平和で仲のいい夫婦生活を送ることができていた。そんな中、夫が家を購入しないかと提案してきた。今住んでいる部屋はまあ不便ではないけれど、二人で住むには広いし、そろそろ新居を構えてもいいと思うんだ。私も夫の意見に賛成だった。今まで節約をしてきたのは、こういうふうに大きな買い物をするためでもあった。私もマイホームが欲しいなと思っていたので、家を買うことになり、私たちはすぐに不動産屋へ行くことに。そしていろいろと物件を見たのだが、その中で直感的にいいと思える物件と巡り合えた。夫は自分の部屋が広くあって、駅からそこそこ近ければあとは私の条件を優先していいと言っていて、その家は夫の条件はすでにクリアしていたので即決した。頭金を私が節約して貯めた貯金から支払い、ローンを組んですぐに引っ越しをした。新居での生活は快適で、そして新鮮だったので私も夫もすごく幸せだったし、新婚の時のようなワクワク感を感じた。引っ越したばかりの時は、お互いの友人とかを呼んでホームパーティーをしたりと、とにかく新居での生活を楽しんだ。もちろん私はあれからも節約生活は続けており、今後のために貯金をしている。月々のローンは今までの家賃に少しプラスされるくらいだったから、やることはあまり変わらない。生活スタイルが変わらずに、快適で広い家に住めているのだから幸せじゃないはずがないのだ。そうして私たちは順風満帆な夫婦生活を送っていたのだが、一つだけ問題があった。
それは子供がなかなかできないことだ。私も夫も特に子供を作ることは焦ってはいなかった。子供は授かり物だからと自然にできるのを待っていた。しかしさすがに結婚して5年ほど経った頃からは、なかなか子供ができないことに焦り始めた。不妊治療も妊活もしたけど、なかなかうまくはいかなかった。そして私と夫は検査も受けてみた。すると夫が子供を作りづらいことが分かったのだ。どうやら精子が少ないらしい。私たちはちょっとショックだった。夫はごめんなと私に謝ってきた。だけどそんなことで夫のことを嫌いになるわけはない。これだけやってもできなかったんだから、もう悔いはないわ。これからは夫婦での生活を充実させていきましょう。私がそう言うと夫は涙を流しながら、ありがとうと言ってうなずいた。それからは夫婦二人で生きていく覚悟を決めた。そして現在は特に問題も起きないまま、結婚生活10周年を迎えた。今度の結婚記念日はどうしようか。そうだね。旅行とか高級レストランとか、ちょっとした贅沢をするのもありだよね。思い切って海外旅行とか行く。そんな風に記念日について楽しく話していた私たち。結果的に国内の高級旅館に泊まりに行こうということになった。だが結婚記念日の1ヶ月ほど前に、夫が申し訳なさそうに出張が入ってしまい、記念日の旅行に行けないと言い出した。そっか、でも仕事なら仕方ないね。私は悲しかったが、記念日は平日だったから無理に休みを取ることはできない。夫は5年前に課長に昇進して、今も一生懸命に働いている。部下からも頼りにされているそうだから、仕事に穴を開けることはできないのだ。記念日当日は行けないにしろ、近い日で旅行に行けたらいいなとは思っていた。だが人気の旅館だったので、その月は予約がもう取れなかった。仕方ないのでその翌月の週末に予約を取ることに。この時はまさか後にあんなことになるなんて思いもしなかった。それから少し経ったある日のこと。珍しく夫がお酒で酔った状態で帰宅してきた。泥酔状態ですぐにソファーに倒れ込んで、言葉になっていないような喋り方で何かを言っていた。とりあえず私は水を持って行ったのだが、夫はすでに眠りについていた。その日は金曜だったから、きっと部下と飲んだりしていたのだろう。するとその時、夫のスマホが光り、画面に LINE のメッセージが浮かび上がった。別に見るつもりはなかったのだが、私はそのメッセージにハートの絵文字が写っているのが見えて、つい凝視してしまった。そこにはユカという女性の名前が出ていた。メッセージは一部しか出ていないが、今日はとっても楽しかったね、というメッセージが最初に来ていて、その後にハートの絵文字があった。これは一体どういうことだろうか。夫は不倫をしているのか。夫のスマホは暗証番号でロックされているので開くことはできない。私は一気にモヤモヤした状態になった。だが今まで二人でいろんなことを乗り越えてきて、築き上げてきたものを信じたかった。だから夫に直接問いただすことはできなかった。まあ私が臆病だったということもあるのかもしれないが。その代わり、私は興信所に調査を依頼することにした。調査結果が出たのは、夫がちょうど出張に行っている最中だった。しかも私たちの結婚10周年の記念日の日だ。まさか記念すべき日に私は、一人で夫の不倫調査結果の書類を見ることになるとは。そして書類を見て私は驚愕した。夫はやはり不倫をしていた。だがその期間はすでに1年も経過していたのだ。夫は今まで全くそんな素振りを見せてはこなかった。だが私に隠れて知らない女と関係を持っていたのだ。私のことを裏切っていた。その事実が重くのしかかり、私は本当にショックだった。
私はたとえ子供ができなくても夫と添い遂げることを心に誓っていた。だが夫はそうではなかったのだ。相手の女性は自分よりも10歳も下の若い女性社員。要するに部下に手を出したということだ。信じられない。私は夫への怒りが一気に湧き起こり、さらに一気に彼への愛情が冷めた。今夫は出張に行っていると言っていたが、もしかしたら不倫相手との不倫旅行かもしれない。そういえば旅館の予約は夫がしていた。もし夫が私との結婚10周年の記念日に不倫旅行に行っているのなら、本当に最低だ。真実がわからない以上考えるだけ無駄なので、私はとりあえず離婚に向けて準備をすることにした。まずは仕事を探さないと。仕事を辞めてから10年も経つので、なかなか採用されないだろう。だから私はできるだけ早く仕事を探して、面接を受けに行くことに。離婚したら実家に一旦戻ろうと思ったので、実家から通いやすいところで求人を探した。すると小さな会計事務所でパートの募集をしていた。私は簿記2級を持っていたので応募をしてみることに。ネットから応募するとすぐに連絡が来て、翌日に面接をしたいと言われた。そして私は急いで履歴書を用意して面接へ。すると面接をした社長さんに私は気に入られて、なんと採用してもらえたのだ。仕事が決まったことは気持ち的にかなり余裕ができるのでありがたかった。私はそれからは荷物をまとめて、すぐにでも家を出られるようにした。そして夫が出張を終えて帰宅してきた。だが夫は一人ではなかった。後ろにちらりと女性の姿が見えたのだ。嫌な予感がしたが、私はとりあえず冷静を装い夫に聞いた。その女性はどなた？すると夫は堂々とこんなことを言ってきた。俺の新しい嫁だよ。夫にそう言われると、女性がしっかりと私に顔を見せてきた。その顔は、更新所から送られてきた証拠写真に写っていた女性の顔と同じだった。なんと夫は不倫相手を家に連れてきたのだ。二人とも手にはキャリーケースを持っている。つまり夫は出張ではなく、やはり不倫旅行に行っていたのだろう。不倫相手は私をじっと見据えて勝ち誇った顔をしている。そして夫は驚きの発言をしだした。彼女が俺の子を妊娠したんだ。彼女と再婚するから俺と離婚をしてくれ。何を言ってるの？私は子供ができたことについて驚いたのだが、夫と不倫相手は離婚を切り出されたことに驚いたと思ったようだ。マサトさんはあなたじゃなくて、私と結ばれる運命にあったってことよ。ユカと俺は愛し合っているんだ。お前には悪いが別れてくれ。私は怒りを通り越して呆れてしまった。そう、どうやっても別れるつもりなのね。私はあえて塩らしくショックを受けているふりをした。でも、あなた不倫をする余裕なんてあったの？私が渡している小遣いじゃ、とてもじゃないけど贅沢をさせる余裕なんてないでしょう。すると夫は驚きの発言をした。ああ、それは、お前には給料の全部を渡していたわけじゃないんだ。どういうことかわからないでいると、不倫相手がニヤニヤしながら口を開いた。あなたの中ではマサトさんは課長なのかもしれないけど、彼は去年から部長になったのよ。だから課長の時の給料をあなたに渡して、残りは私との交際費のために使ってくれてたのよ。そんな、叩けば叩くほど誇りが出る夫の行動に、私はこんな人と添い遂げようとしていたことを恥ずかしく思った。そして夫も最初は遠慮がちだったが、私が言い返してきたり怒ってこないことを確認すると、ずうずうしくなってきた。まあ、結果的にユカにも子供ができて、俺は責任を取らないといけないから許してくれ。俺が今まで生活を支えてきたんだし、
慰謝料は当然0円でいいよな。お前も専業主婦として楽できたわけだしさ。悪びれた様子もなく堂々とそう言ってくる夫。私はそんな夫にとことん呆れてしまった。いいわよ、その代わり財産分与は私が全てもらっていいかしら。今までの結婚生活で貯めたお金とかこの家とか。私がそう言うと夫は、ああいいよと言った。俺の課長時代の給料だったらそんなに貯金できないだろうし、この家はそもそもそこまで高くないから、またすぐにこの程度なら買えるしな。私の要求をすんなりと受け入れた夫だが、夫はまだ知らない。この離婚で損をするのが一体どちらかということを。私は夫が持ってきた離婚届を受け取りサインをした。じゃあ私が提出しておくわ。わかった、お前がちゃんと分別のあるやつで助かったよ。簡単に離婚できてよかったね。不倫相手はそう言って私に見せつけるかのように夫の腕に絡みつく。だがそんなものを見てももはや悔しさも感じなかった。だって私は確実に夫よりも得をしているのだから。夫はすぐに荷物をまとめて不倫相手と一緒に家を出て行った。その後私は離婚届を出し、財産分与や家の名義変更の手続きなどをすべて済ませて夫と完全に他人になった。そしてそれから1ヶ月後、元夫からいきなり電話がかかってきた。おい、お前何やってるんだよ。いきなり電話をしてきて怒鳴るなんてどういうこと。ふざけんなよ、会社に俺の不倫についてバラしたんだろ。上層部や同僚たちから非難の声が殺到して、俺は部長から降格になって、しかも地方の部署に左遷されることになったんだぞ。あらら、でも別に私は会社にバラしたわけじゃないわよ。あなたがいる会社は私の元職場であり、今でも仲がいい社員は何人かいるわ。きっとその人たちに報告したことが原因でしょうね。そんな、お前性格悪いな。自分の生活が惨めになるからって俺まで道連れにするようなことをして。あとお前どうしてあの家にいないんだ。さっき訪ねたら知らない人が出てきてびっくりしたぞ。ああ、だってあの家は売ったからね。売っただと？なんでそんなもったいないことするんだよ。あなたは知らなかったでしょうけど、私たまたまあの辺の地価が上がっているっていう情報を入手することができたの。だから購入した時よりもかなり高く売ることができたわ。え、嘘だろ。あとさっきあなた私の生活が惨めになるって言ってたけど、それは間違いよ。私はあなたから渡されていた給料で節約をすごい頑張ったから、あの家を買った後でも1000万近く貯めることができていたわ。1000万？だから慰謝料をもらって財産分与を通常通り行うよりも得したってわけ。そんな、ま、全てはあなたが不倫をしたからいけないのよ。あとさ、あなた自分が子供ができにくい体だってこと忘れてない？妊娠したっていう不倫相手の子、本当にあなたの子なの？あ、どうやら元夫は昔のことすぎて忘れていたようだ。まさか由香には他に男が？知らないけど、ちゃんと調べたら。とにかく私にはもう関わらないで、今度目の前に現れたら警察に通報するから、そのつもりで。私はそう言って電話を切り、元夫の番号を着信拒否にした。その後、元同僚から聞いた話だと、やはり不倫相手のお腹の子供は元夫の子供ではなかったらしい。元夫は騙されたことに怒り、不倫相手とは別れたそうだ。だが彼が失ったものは大きい。もう出世コースからは外されてしまったし、私が節約して貯めた貯金も一緒に使えるはずだったのに、自ら台無しにしてしまった。現在は誰も知り合いのいない地方の部署で、肩身の狭い思いをしながら働いているそうだ。一方、私は久しぶりに実家で両親と暮らしながら、会計事務所での仕事を頑張っている。
今回得た大金は投資に回しながらさらに資産を増やしていこうと思う。そして仕事もどんどん覚えて、いずれは正社員として雇ってもらえることを目指そうと思う。恋愛についてはゆっくりと進めて、いい出会いがあればという感じにし、今は仕事と家族との時間を大事にしていくつもりだ。はあ、結婚式を挙げない。一体何を考えてるんだい？え、どうして私の妹の結婚式について義母から文句を言われなければならないのだろうか。別に妹たちの勝手だと思いますけど。あんたって人は本当に常識のない人間だね。親戚の恥だよ。今すぐ式を挙げさせなさい。挙げないならこの家から出て行け。自分勝手な発言を繰り返す義母。それならお望み通り出て行ってやろうじゃないか。本当にいいんですね。後で後悔しても知りませんよ。私の名前はのぞみ、32歳の看護師だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちは友人の紹介で初めて出会い、それから2人で会うようになって交際が始まった。その後、順調に交際を重ねて私たちは結婚に至った。それからしばらくは夫婦仲良く幸せに暮らしていた。しかし去年は義父が亡くなり、私たちは葬儀やら遺品整理やら相続やらといろいろと忙しい日々を過ごした。そして今年に入ってようやくいろいろと落ち着いてきたので、私たちは前々から話していたマイホームを建てるという計画を進めることにした。自分のマイホームを持つことは昔からの私の夢だ。そのためにずっとお金もたくさん貯めてきたから、こだわり抜いた理想通りの家を建てたい。それから私は夫と何度も不動産屋に行き、いろいろと物件を見た。担当者の方にたくさん相談をして、自分が本当に住みたいと思える家を建てられるように頑張った。そしてついに理想通りの家を建てることができた。完成した家は外観からもう完璧で素晴らしくて、ただ外で眺めているだけでも幸せだった。家の中に入るとこれまた最高の内装で、ここから私と夫の幸せな夫婦生活が始まるのだと嬉しくなった。本当にいい家だな。夫もとても嬉しそうだ。今日から改めてよろしくね。そのうち子供も生まれて、家族仲良く幸せな日々を送れそうね。私がそう言うと、夫もうんうんとうなずいた。だがそんな私の幸せは、すぐに終わってしまうことになる。きっかけは夫の言葉からだった。実は母さんが同居したいって言ってるんだ。え、お母さんが？ああ、父さんが亡くなってから一人きりになって、かなり寂しい思いをしているみたいでさ。そんな中、俺たちが家を建てたって聞いて、それでできれば一緒に住みたいなって相談してきたんだ。まだ60代とはいえ、母さんも怪我はしやすくなってるし、一緒に住んでいた方が俺も安心だなとは思ってる。そっか。まさか夫から義母との同居話を持ちかけられるとは思っていなかったが、確かに義父が亡くなって一人きりの義母が心配だという気持ちもわかる。私は随分と悩んだが、義母との同居を承諾することにした。義母とは別に仲が悪かったわけでもないし、嫁いびりをされたこともない。だから同居しても、普通にやっていけると思っていたのだ。それに義母はずっと専業主婦をしてきた人だから、共働きの私たちのために家事を手伝ってくれるかなとちょっと期待している部分もあった。夫は料理が全くできなくて、いつも私が作っていたから、私の負担が少し減るかもしれない。そんな風に前向きに捉えていたのだが、私のそんな淡い期待はすぐに打ち破られることになる。義母は同居してきた瞬間から、まるでここが昔からの我が家であるかのように暮らし始めた。ソファーを占拠し、テレビも占拠し、冷蔵庫にあるものを好きなように飲み食いして、
ずっとダラダラしている。家事なんて一切しないし、部屋は散らかし放題。結局、私が仕事後に掃除をして晩ご飯を作ってと、大変な思いをするばかりだった。家事の量が増えたので、私の疲れもどんどん溜まっていくし、晩ご飯に割く時間と集中力もおのずとなくなっていく。そんな私の家事を義母は文句を言ってくるのだ。また今日も肉じゃが。あんたね、レパートリーが少なすぎるのよ。もっといろんなものを作れるようにしなさいよ。こんなんじゃ一生懸命仕事をして稼いできてるマサトがかわいそうだろ。そのように私を罵倒してくる義母。だが私だって仕事をしてきているし、それにちゃんと作っていると思う。なんでそんな風に怒られなければいけないのだろうか。私はぐちぐち小言を言ってくる義母を何とかしてもらおうと夫の方を見た。だが夫は私たちのやりとりなんて全く気になっていないようで、食事をしながらテレビに夢中になっていた。私はうんざりしながらも、そのうち義母の小言は減ってくるだろうと思い、適当に聞き流すことに。だが義母の小言は全然終わらなかった。それどころかどんどん文句が増えていった。ちょっと、なんでせんべいが残ってないんだい。なんでって言われましても、あのせんべいはお母さんしか食べていませんよ。私が言っているのは、なんでなくなっているのに買い足してないんだいってことだよ。普通はなくなりかけている時点で新しいものを買っておくもんだろ。いや、そんなこと言われましても、私はお母さんがどういうペースで食べてるのかも知りませんし。口答えばっかりしてるんじゃないよ。嫁ならまずは謝ってすぐに新しいものを買ってくるもんだろうが。そんな、私今スーパーに行ってきたばかりですし、これから晩ご飯の用意だってあるんですよ。すべこべ言わずに買ってこい。そう言って私を奴隷のように使う義母。夫はというと、私たちのやりとりを聞いているはずなのに、無視をしてスマホをいじっている。まるで自分には関係のないことだと言わんばかりだ。私はひどい態度を取り続ける義母にも、それに全く関わろうとしてこない夫にも腹が立った。そしてまずは夫とちゃんと話をしないとと思った。ねえ、あなた、お母さんが私に対してひどいことを言ってくるときに、どうして守ってくれないの？え、ひどいことなんて言ってるか？は。別に母さんは間違ったことは言ってないだろう。嫁なんだから夫の親に尽くすのは当たり前のことだと思うぞ。そんな。私は夫のまさかの返答に倒れてしまいそうになった。あんな非常識な義母の肩を持つというのか。それからというもの、夫も義母の嫁いびりに加担してくるようになった。おい、遅いぞ。晩ご飯まだかよ。本当にとろい嫁ね。マサト、こんな女なんて捨てちゃえば。あはは、確かにここまで使えないと捨てた方がいいかもな。そんなことを言ってガハハと笑い合う義母と夫。似た者同士の最低親子だ。なんでこんな男と結婚してしまったのだろう。なんでこんなひどい姑との同居を承諾してしまったのだろう。私はすべてに後悔し始めていた。せっかく夢のマイホームを建てて幸せいっぱいな日々を過ごすはずだったのに。こだわり抜いて選んだ家具やインテリアも、ずっと義母が家にいて雑に扱うから、この家に住み始めてから3ヶ月ほどで傷んできたり汚れが目立ち始めている。その上、義母は趣味の悪い小物とか置物を買ってきては、居間に勝手に置くので、一気に居間の雰囲気がダサくなっている。正直、そろそろ限界に近づいていた。そしてそんな中、さらに私を怒らせる出来事を義母と夫は起こしたのだ。きっかけは私の妹から結婚するという報告を受けた時のこと。私と妹は2歳差で、年が近いこともあり、子供の頃からとても仲が良かった。
いつも一緒に遊んでいたし、お揃いの服なんかを買ったこともある。大人になってからも定期的に遊んでいるし、二人で休みを合わせて旅行にも行っている。私は妹のことが大好きなので、そんな妹が幸せをつかんだことはとても嬉しかった。妹の婚約者とも何度か会ったことがあるが、とても誠実でいい人そうだった。私の夫とは大違いだね、なんて言うと、妹は心配そうに、お姉ちゃんもあんまり我慢しすぎない方がいいよ、と言ってくる。今は妹の幸せな気分を害するようなことは言ってはいけないなと、私は少し反省した。だがこの妹の結婚においても、義母は面倒なことをしてきたのだ。のぞみさん、聞いたわよ。妹さんが結婚するんですって。はい、そうなんです。とても素敵なお相手に恵まれて幸せそうです。私はてっきり義母がお祝いの言葉でも言ってくれるのかと思っていたのと、妹の結婚が嬉しくて明るく返事をした。いくら義母でも身内のめでたいことに水を差すようなことはしないと思ったのだ。すると義母は妹の結婚についていろいろと聞いてきた。お相手の男性はどんな方なの？職業は？収入は？え、なんでお母さんがそんなことを聞いてくるんですか？何言ってるのよ。とっても大事なことじゃない。そうですか。妹の婚約者は公務員をしているそうですし、ちゃんと安定した収入を得ていますよ。公務員ね。まあ合格だわ。どの口が言ってるのだろうか。私は上から目線で妹の婚約者を査定してくる義母にイライラした。もうこんな会話やめにしたい。そう思った時、義母はこのような質問をしてきた。それで結婚式はいつやるの？あ、妹は結婚式はやらないそうです。もともとそういうのには興味のない子だったので、式を挙げる費用を新婚旅行に充てようと話しているそうですよ。私がそのように説明すると、義母は目を見開いて怒り出した。はあ、結婚式を挙げない。一体何を考えてるんだい？え、どうして私の妹の結婚式について、義母から文句を言われなければならないのだろうか。別に妹たちの勝手だと思いますけど。あんたって人は本当に常識のない人間だね。普通は結婚式は挙げるものだろう。そしてちゃんとみんなに結婚したことをお披露目しなきゃいけないんだよ。親戚の恥だよ。あんたやあんたの家族が非常識なことをするせいで、私やマサトが恥ずかしい思いをするんだよ。今すぐ式を挙げさせなさい。挙げないならこの家から出ていけ。自分勝手な発言を繰り返す義母。それならお望み通り出て行ってやろうじゃないか。本当にいいんですね。後で後悔しても知りませんよ。私がそう言うと義母はさらに怒り出した。はあ？言い返すんならもっとまともなことを言いなさいよ。後悔なんてするわけないでしょ。まったく、マサトに養ってもらってるくせになんて生意気な嫁なんだい。はあ、この人は何を言ってるんだ。まさかこの家を買ったのが私だということや、夫の収入のことについて何も知らないのか。そうですか。それじゃあもうマサトさんとは別れますね。ああ、そうしておくれ。あんたみたいな嫁よりも、もっと若くて愛想のいい嫁をもらった方がマサトも幸せだよ。わかりました。私はそう言って荷物をまとめ始めた。その間に義母はどこかへ出かけたようだ。私が気にせず荷物をまとめていると、義母が数十分後に戻ってきた。ほらこれ、離婚届だよ。もうこんなものまで用意したんですか？準備がいいですね。
一刻も早くあんたとは縁を切りたいからね。さっさとサインをしておくれ。そうですか。わかりました。私は言われた通りに離婚届にサインをして、まとめた荷物を持って家を出た。義母はこの疫病神が。と吐き捨てるように言って、塩をまいていた。それから私はすぐに実家へ。実家の両親は大きな荷物を持っていきなり帰ってきた私を見てびっくりしていたが、事情を説明すると憤慨していた。そして私はすぐに夫と義母を地獄に落とす準備をし始めた。まずは不動産屋に行って、家を売る手続きだ。実は私はもう義母や夫とこの家で暮らすのは限界だと感じて、一度家の査定を頼んだことがある。売った時にどれくらいの金額になるのか知りたかったのだ。今回も一度査定をしてもらった不動産屋に行ったため、あとは売るための書類に記入を進めていくだけで済んだ。その間に夫から鬼電が入ってきていたが、私は無視をした。そしてその後、法律事務所に行き、夫との離婚について弁護士に相談。離婚をスムーズに進めるために、弁護士を雇い万全の状態で臨む準備をした。翌日、私はようやく夫からの電話に出た。おい、離婚だなんて本気で言ってるのか。夫は開口一番にそのように慌てた声を出した。ええ、本気よ。っていうかお母さんが言い出したことだけどね。ふざけるなよ。俺の許可なしに離婚なんて許さないぞ。は、何様のつもりなの？いつもお母さんと一緒に私をいびってきていたくせに。あんたなんて離婚されて当然の男でしょうが。うるさい。とにかく俺は離婚はしないからな。夫は私と離婚をしたらあの家を失うことになるのを分かっている。だってあの家はほとんど私の貯金から出して買った私名義の家だからだ。そして夫が働いている企業はかなり給料が安い。だから今までのような贅沢な暮らしはできない。しかも私に家事をやらせて好き放題にくつろげていたから、そんな夢のような生活を手放すのが嫌なのだろう。夫は頑なに離婚に応じようとしないので、この件については少し長くなりそうだ。だが家の方はもう買い手が見つかったようで、私はすぐに売ることができた。家は立地が良かったり、新築だということもあり、なんと買い値より高く売れて、私は利益を得ることができた。そして家が売れると、案の定、夫から電話が来た。おい、何やってんだよ。立ち退き命令が来たぞ。お前この家売ったのか。当たり前じゃない。私はもうその家に住みたくないんだから。ふざけるなよ。俺たちすぐに家を出ていかなくちゃいけなくて、母さんも困ってるんだぞ。自業自得でしょ。あんたたちには住む権利がないんだから、捕まりたくなかったらさっさと出てって。そして夫と義母は家を追い出された。その後、二人は私の実家まで押しかけてきた。ちょっと、あんた、何考えてるんだい。マサトが買った家を勝手に売るなんて。私は義母の発言に呆れてしまった。この人はまだ自分の息子が家を買ったと思い込んでいるのか。言っておきますけど、あの家は私が購入したんですよ。マサトさんは手取り15万程度なんですよ。しかも貯金を全くしていない人ですし、そんな人が一軒家を建てられると思いますか？15万。私は50万って聞いてたけど。義母はどうやら夫から嘘をつかれていたようだ。夫は顔を青くしたまま黙り込んでいる。それはほとんど自分の嘘を認めたようなものだ。これでわかりましたか？だから言ったんですよ。後悔しないでくださいねって。私がそう言うと義母は、
途端に手のひらを返して私に懇願し始めた。私が悪かったよ。謝るからまたマサトとやり直してくれないかい。今度は私も家事をちゃんとするからまた三人で暮らそう。ここまで性根が腐っていると逆にすがすがしいな。せっかくですが遠慮しておきます。そんな風に自分の人生とお金をドブに捨てるようなことはしたくありませんので。私は笑顔でそう言ってやった。すると夫は、いい加減にしろ。家を売ってしまったのは仕方ないが、俺たちはまだ夫婦なんだからな。と、離婚を拒否したことがまるで切り札のように言ってきた。だがこれについてももう私は対処している。残念だけど、私がいくらお母さんのことで悩んでいると相談しても、あなたが協力的な態度を一切見せず、それどころかお母さんと一緒になって私を責めたことが、私がボイスレコーダーで録音した音声から証明されたから、私はあなたの有責での離婚を要求できるわよ。夫はポカンとしていた。私の説明がまるで呪文かのように聞こえたようだ。私は改めてわかりやすく説明してやった。あなたの意思にかかわらず、私はあなたと離婚できるの。そして精神的苦痛を味わったことへの慰謝料も請求するわ。なんだって。ようやく理解した夫は激しく動揺していた。そして義母と同じように私に、悪かった。許してくれ。と懇願してきた。だがもう私は絶対に彼らを許さない。これ以上居座るなら警察を呼ぶと言って彼らを追い払い、速やかに手続きを進めた。裁判のための費用も出せない夫はすぐに離婚を承諾。慰謝料については分割で少しずつ支払ってもらうことになった。共通の友人の話によると、現在、元夫は元義母と二人で狭いアパートで暮らしながら、慰謝料を支払いながら貧しい生活を送っているらしい。だが、こうなったのは母さんのせいだ。とか、あんたが収入について嘘を言うからでしょ。とか、大声で喧嘩しているのが近所迷惑となっており、今住んでいる部屋も追い出されそうなんだとか。まあ私にはもう関係のないことなのでどうでもいいが。一方、私は勤め先の病院の近くの賃貸マンションに住み始めた。意外にも一回住んでみてもう一軒家はいいかなと思ったので、これからは手頃な価格の賃貸マンションで固定費を抑えつつ、他の部分で贅沢をしようと思う。そして少し一人身の生活を満喫してから、ゆっくりと恋愛もしていこうかなと思っている。何しに来たの？突然、私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。は、この人は一体何を言ってるんだろうか。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。大学を卒業してから就職した会社で一生懸命働き、それなりに結果も残してきた。私には仕事をする生活がとても合っているようで、自分でも働いている時が生き生きしている感覚がある。だがそんな中、私のそんな価値観を変える出来事が起きた。それは後に夫となる正人との出会いだ。彼との出会いは仕事関係だった。私が働く会社の取引先で働いていた彼。彼はとても穏やかで優しくて包み込むような空気感をまとっていた。いつもキビキビと働いていた私にとっては、彼のようにいわゆるマイペースのような感じでのびのびとしているのは新鮮だった。
それでいて仕事はちゃんとできているので、私は彼にどんどん惹かれていった。その後、一緒に仕事をしていくうちにお互いの距離が縮んでいき、彼からデートに誘われて私たちは交際が始まった。それから一年ほど順調に交際を進めて、彼からなんとプロポーズをされて結婚することに。私はすっかり彼のことが大好きになっていたので、プロポーズは二つ返事で承諾。お互いの両親にも挨拶を済ませて、結婚式を挙げた。そして新婚旅行にも行き、一緒に住み始めて新婚生活を始めた。新婚生活を始めた時は共働きだったので、お互いに支え合いながら家事を分担して生活をしていた。夫は大学から一人暮らしをしていたようで、ある程度料理が作れる。だから毎日の晩ご飯も分担することができて本当に助かっている。そのおかげで仕事にも集中できるし、私はとても優しくていい人と結婚できたなと思っていた。そんな中、私は妊娠をした。子供ができたことはとても嬉しかったが、私はもう少し仕事を頑張りたいと思っていた。だから産休と育休を取って一旦は子育てに集中しながらも、会社に復帰することを計画していた。夫もそれに同意をしてくれて、私は子育てに専念することに。そして無事に子供が生まれた。元気な女の子だ。私と夫はこの子に舞という名前をつけた。子供の誕生を夫はとても喜んでくれて、私や夫の両親も孫の誕生を大いに喜んだ。それからというもの義両親は、次はいつ来るんだい?と頻繁に私や夫に連絡をしてくるようになった。義両親に対しては特に悪いイメージは持ってはいなかったが、こう何度も連絡が来ると少し嫌になってくるものだ。そんな中、夫がこのような提案をしてきた。育休中は俺の実家に一旦住むのはどう?え?こうやっていちいち予定を確認して、実家に出向くのって大変じゃん。それに子育てや家事の手伝いだって俺の親に頼めるしさ。なるほど、確かに。私たちはその時賃貸マンションに暮らしていた。だから引っ越しをするのは簡単だ。育休が終わる1年間くらいだけ義実家に住めば、孫と触れ合わせることもできるし、夫も親孝行ができるだろう。私はそのアイデアに賛成することにした。夫が早速義両親に話すと、義両親はとても嬉しそうに同居生活を承諾したらしい。そして私たちは引っ越しの準備をして、義実家へと移り住んだ。お母さん、お父さん今日からよろしくお願いします。私がそう言うと、義両親は笑顔で、よろしくね、と返してくれた。その後、義両親はすぐに娘を抱きかかえて嬉しそうに話しかけていた。わあ、舞ちゃんかわいいわね。じいじとばあばとこれからたくさん遊ぼうな。娘もキャッキャと嬉しそうにしてるし、義両親も優しいし、これなら平和に楽しく過ごせそうだ。だがそう思えたのはこの日だけだった。翌日、私はいきなり義母に叩き起こされた。ちょっとのぞみさん、あんたいつまで寝てるのよ。そう言われて慌ててスマホの時計を見ると、なんとまだ朝の5時半だった。お母さんどうしたんですか?どうしたって何よ。あんたは嫁なんだから、家族全員分の朝食を作る義務があるのよ。マサトとお父さんのお弁当も作らなきゃいけないんだからね。え?私は絶句した。いきなりそんなことを言われるとは思わなかった。夫は同居する前に家事や子育てを義両親に手伝ってもらえると言っていた。もちろん私だって主婦としてちゃんと家事はやろうとは思ってはいたが、夫と二人で暮らしている時よりも負担が増えるとは思ってもみなかった。私はかなり眠い状態で台所へ。娘の夜泣きがまだひどかったので、やっと眠りにつけたのは2時だった。
それなのに朝5時半に起きなければいけないのは本当につらい。そんな状態だから体の動きだって重い。だが義母はそんな私を気遣うことなんてなく、あれこれと文句を言ってきた。どうしてそんなにタラタラしてるのよ。遅いわよ。もっとテキパキ動け。もう本当にとろくてイライラするわ。今までの義母とは思えないほど、その顔は怖くて、そしてぶつけてくる言葉は理不尽だった。実際、私は義実家の台所を使って料理をするのは初めてだから、何がどこにあるのかさえもわからない。それなのにそんな風に責められるのは正直言って納得がいかない。すると私がそのように思っているのを察したのか、義母はまたも怒り出した。なんだいその目は。あんた、嫁のくせに姑に逆らうっていうのかい？いえ、そういうわけでは。ただ、私はまだこの台所のものの置き場もわかっていませんし、それに舞の夜泣きがひどくて睡眠時間は3時間ほどなので、その点をもう少し考慮してほしいです。私はできる限り丁寧に下手に出ながら義母に自分の意思を主張した。だが義母は鼻で笑い、まったく、初日からこれじゃ先が思いやられるよ、と言った。そんなことを言ってサボろうとするなんて性格の悪い女だよ。中途半端に社会人をやっている女は、中途半端に弁が立つようだけど私には聞かないよ。あんたはこの家の嫁であって、夫の家族の言うことは全部聞かないといけないんだ。それを肝に銘じときな。義母はそう言って私に料理の仕上げと弁当作りを指示した。そして自分はソファーに寝転がり、コーヒーを飲みながらテレビを見ていた。ほどなくして夫と義父が起きてきて、食卓に座る。すると義母もソファーから起きてきて一緒に食卓に座った。そして義母はあろうことか、私がいかに使えなかっただとか料理が下手だとかを私が目の前にいるのに、義父と夫に話し出したのだ。それを聞いた義父は、それはいかんな、ちゃんと嫁として教育をしなければ、と言った。義母の言葉を鵜呑みにし、しかもそんな発言をする義父にも私はがっかりした。最初は義両親はどちらも笑顔で私を出迎えてくれたし、優しかったので義父は私の味方になってくれるかもしれないと期待をしていたのだ。義母は姑だし、夫は一人息子だから私に取られたと思って、意地悪をしたくなったのだろうと思っていた。だが義父も私に対して冷たい態度を取り始めたことで、義両親は私を敵とみなしているとはっきりと分かった。しかしまだ娘が生まれたばかりだし、私もまだ夫のことが好きだったので、離婚までは考えていなかった。それに夫は、のぞみはちゃんと家事をやっていたよ、と私の味方になってくれていた。夫が私の味方なら何とかやっていけるだろう。それに育休中だけの期間限定の同居だし、少し我慢していれば問題ないだろうと思うことにした。だがそれが甘かった。義両親の私への嫁いびりはさらにひどくなっていったのだ。ちょっと、のぞみさん、早く頼んだ洋菓子を買ってきなさいよ。おい、俺が頼んでいた庭の草むしりはまだ終わってないのか。本当に使えない嫁ね。本当に使えない嫁だ。義両親は同時に無理難題を押し付けて、私を罵倒してきた。私は救いを求めて夫の方を見る。夫は、おいおい、あまり望みをこき使わないでくれよ、と言ったが、それだけ言うともう自分は関係がないといった感じでソファーに寝転がっていた。私はもっと強く言ってくれよと夫に思ったが、夫はもうこちらを見向きもしない。義両親は夫が気休めの注意をしたくらいでは、私への嫁いびりを止めることはない。その後も私を奴隷のように扱っては、心ない言葉を浴びせてきた。お前みたいなポンコツ女の遺伝子が孫に入っていると思うと残念だよ。
マサトの遺伝子が強く入ってほしいものだ。いっそのこと孫だけ置いて出て行ってくれればいいのにね。そんなことを平然と言ってのける義両親に私はもう限界だった。どうしてこんな風に私自身を否定されなければいけないのだろうか。私はさすがにひどすぎると思い、夫に相談をした。ねえ、お母さんたちの私への態度、どうにかならない？あなたからもっと強く言ってよ。だが私がそのように言うと、夫はとても嫌そうな顔をした。俺はちゃんとやってるだろう。それ以上は自分で何とかしろよな。だいたいお前家での家事をサボってるって聞いたぞ。え？ご近所さんからもズボラでだらしない嫁を持って大変ねなんて言われたんだからな。ちょっと待ってよ。どうしてご近所さんがそんなことを言うの？知らないよ。母さんと仲がいいから自然と嫁の話になるんじゃないのか。とりあえずあんまり俺に恥をかかせるようなことはするなよ。そんな、あなたまで私が悪いっていうの？そうじゃないけど、お前がちゃんとしてれば母さんたちも文句は言わないだろう。私は夫がそんなことを言い出したのでショックを受けてしまった。もう無理よ。どんなに頑張ったってお母さんたちは私を認めてはくれないわ。また私たちだけで暮らしましょうよ。もう半年以上も同居してるし、孫ともたくさん触れ合えて満足でしょ。私がそう言うと夫はそれはダメだと言った。どうしてよ。母さんたちには1年間一緒に同居するって言ってるんだ。それを今家から出て行ったら約束と違うだろ。母さんたちを悲しませることはしたくない。そんな、じゃあ残りの数ヶ月間をこの家で過ごしたらすぐに出ていくって約束してくれる？わかった、約束するよ。夫がそのように言ってくれたので私はそれならばと頑張って耐えることにした。そして地獄の5ヶ月間をなんとか乗り越えて約束の1年が経った。私はすぐに夫に引っ越そうと言った。この日のために賃貸マンションの内覧にもこっそり行って部屋をいろいろと見ていた。すぐに引っ越すことができるから。私は不動産屋でもらった資料を夫に見せた。すると夫は頭をポリポリとかきながら驚きの発言をした。なんかさ、母さんたちがこのままずっと同居すればって言ってるんだよね。は、だから引っ越さずにこのままここで暮らそうよ。ちょっと何言ってるの。私と約束したでしょ、1年を過ぎたらここを出ていくって。約束を破るなんて信じられないわ。私がそのように夫を責めると夫は逆ギレをした。うるせえな。お前は俺の実家に嫁いできたんだから夫である俺の言うことを聞け。急に顔を真っ赤にさせて怒鳴る夫に私はびっくりしてしまった。そしてそれと同時に夫への愛が一瞬にして冷めた。わかったわ、それじゃあ離婚しましょう。はあ？離婚？お前本気で言ってるのかよ。夫はさらに大きな声を出した。その声は今にいる義両親にも聞こえたようで、慌てて私たちの部屋にやってきた。ちょっとどうしたのよ。舞が起きて泣いちゃったじゃない。マサトの怒鳴り声が聞こえてきたが、まさかこの女が何か面倒なことを言ったのか。この女って、本当に義両親の私への態度には腹が立つ。そして夫も完全に義両親側についていた。そうなんだよ、この女ここから一刻も早く出たいって言って聞かなくてさ、挙句の果てには離婚だなんて言ってるんだよ。夫がそう言うと義両親も顔を真っ赤にして怒り出した。嫁の分際で生意気な。本当に最低な女だね。マサト、あんた離婚しちゃいなよ。この女が勝手に言い出したことなんだから、この女だけ追い出して
舞は私たちが引き取れば家族みんな幸せになれるよ。義母がそう言うと夫も納得したような顔を見せた。確かにそうだな。俺はやましいことなんて何にもしていないし、離婚を拒んでもこいつの方から無理やり別れたいと言ってきたんだもんな。いいだろう、別れてやるよ。早く離婚届を持ってこいよ。夫は勝ち誇った顔でそのように言った。私は夫にそう言われ身支度をして外に出た。そして離婚届を持ってきて義実家へと戻ってきた。おう、来たか。え、誰だよその男。義実家の人たちはいぶかしげに私の隣に立つスーツ姿の男性を見てそう言った。私が以前から相談していた弁護士の方よ。もしかしたらこういう展開になるかもしれないと思って前もって準備してたのよ。私が弁護士だと言って相談すると義実家の人たちはたじろいだ。なんで弁護士を。私がただ黙ってやられっぱなしでいるわけないじゃない。今までお母さんやお父さんから言われてきた心ない言葉の数々や嫁いびりの内容についてボイスレコーダーで録音をしたり、ネットのブログに書いたりして記録として残しておいたのよ。そしてそれについて夫に相談していることなどもちゃんと記録と証拠を残したわ。これをもって弁護士に相談したら、あなたの有責で離婚をすることができるって言われたの。だから私はあなたと離婚し、舞を引き取って今まで精神的苦痛を与えられたことへの慰謝料と養育費を請求するわ。私がそのように言うと義実家の人たちは顔を青くした。まさか私がこのような準備をしているとは思っていなかったようだ。夫も自分が追い込まれていることを理解したようだ。ちょっと待ってくれよ。わかった。俺が悪かったから、この家を出て舞と俺たちの家族3人で幸せに暮らそう。望みの言う通りにするから。手のひら返しでそのように言ってきたが、もう時すでに遅しだ。家族3人はあなたとあなたのご両親の3人よ。最低な大人3人で仲良く幸せに暮らせばいいじゃない。これ以上舞をここに置いたらあなたたちに影響されて性格が悪くなってしまうわ。嫁いびりをするような親とそれを助長する息子とはもう一緒にはいられないのよ。さっさと離婚届にサインをしてちょうだい。私が毅然とした態度でそう言ったので夫はたじろいでいた。だが弁護士がもし拒むようでしたら裁判になりますと言うと、おとなしく従って離婚届にサインをした。そして私は無事に舞の親権を得ることができ、義実家からも逃れることができた。元夫は今回の件で慰謝料と養育費を支払うことになった。だが私の復讐はこれだけでは終わらない。私が残してきたたくさんの記録は、噂好きのご近所さんや元夫の上司にも聞かせた。その結果、あっという間に義実家の人たちのありえない言動はいろんなコミュニティに広まっていき、元義実家の人たちはご近所の人から避けられるようになった。そして元夫は職場の人たちからも冷たい目で見られるようになり、肩身の狭い思いをしながら働いて慰謝料と養育費を払っているようだ。それからあっという間に時は過ぎて、元夫と離婚をしてから5年が経った。するとある日、驚きの人物が私の実家にやってきたのだ。え、何しに来たの？突然、私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。離婚してから娘との面会も拒否していたので、一回も会っていなかった。それなのにどうして今急に現れたのだろうか。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。は、この人は一体何を言ってるんだろうか。困るってどういうこと。そうすれば俺はもう少し猶予期間を与えてもらえるんだ。
一体何の話？実は夫はかなり切羽詰まった様子で離婚してからのことを話し始めた。あのあと義両親はずっと私をこき使って家事をやらせていた癖が取れず、自分たちで家事をやるのが億劫になってしまったらしい。その結果家政婦を雇って生活をしてたそうだ。しかし義実家は一般家庭であって、家政婦なんて雇い続ける余裕はない。それなのに義実家の人たちは一回身についた贅沢な生活をやめることができず、借金をしてまで家政婦を雇ったそうだ。そして元夫は職場では女性社員たちから避けられ、出会いもない状況で悶々としてしまい、家政婦に手を出そうとしてしまい、通報されて逮捕されてしまったそうだ。そのせいで会社をクビになり、仕事も決まらずずっと無職の状態になってしまったらしい。だが借金はどんどんと膨れ上がり、義実家全員で夜逃げをしようと決めたそうだ。しかし夜中に運転した義父が山道でハンドルを誤って切ってしまい、車は思いっきりスリップして一回転したらしい。結果的に義両親は亡くなってしまい、元夫だけが生き残ってしまったそうだ。元夫は多額の借金を抱えたまま、治療費もさらに上乗せされ、借金取りに居場所がバレてしまい、絶体絶命なんだとか。それでちゃんと稼いでいる元妻と復縁をするから、義両親の葬儀の時に金を支払わせると借金取りに行ったらしい。だがそんなこと私には関係がないし、協力する義理もない。頼むよ、俺にはもう望みしかいないんだ。また夫婦に戻って愛し合いながら舞を育てていこう。土下座をしながらそのように言ってくる元夫。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。いい加減にして、あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。借金だってあんたたちの自業自得でしょ。私が警察を呼ぶ前にさっさとここから立ち去って。警察というワードを出すと、元夫は慌てた様子でその場から立ち去っていった。それから元夫の元職場の人から聞いたが、元夫は義両親の葬儀の後に行方不明となったらしい。どこに行ったのかは知らないが、まあ全ては自業自得なので同情はしない。私はとてもいい子で可愛い娘を大事に育てながら、仕事も頑張って自分の人生を充実させていこうと思う。